皆さんこんにちは、Bレジェンドソミラです。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理用紙の布目です。こちらね、今前に出ているのが去年販売されていた夏限定ですね、真夏のおいスイカ風味になります。こちらね、今ちょっと持ってるのはこうシルバーのパッケージになってるんですけど、なんと今年もね、こちら真夏のおいスイカ風味が再販されますよ。すごいコメントで再販してほしいっていろんなとこで見ますもんね。かなり人気の商品で、やっぱそういうお声があったんで、今年もね数量限定で再販させていただきます。1点ちょっと注意なんですけど、今持ってるのシルバーの袋なんですけど、次の販売の時は通常の黒のビーレジェンドの方になります。ですので、ちょっとそこだけ注意お願いいたします。まあでも味の方は全く変わらないんでね、すごく美味しいんでね、こちらも。でも味あれでしたもんね、アイスのね、アイスのね、スイカのアイスと言ったらってい う, もうそういう味でしたもんね。そう、種も入ってます ね。あ、そういや種も入ってたね、バージョンだ。バージョンか。はい、そう、種まで再現されてるというちょっと面白い商品でしたけれども、すごくご好評いただいていたので、そう、再販が決まりました、決定しました。ただビーレジェンド的にはでもね、それだけじゃ面白くないっていうことで、もう一個真夏のね新フレーバーを販売したいと思います。それがじゃじゃーん、じゃじゃーんですね。今回もね、ぜひ味とフレーバー名の方をね、こうお客様にぜひ当てていただきたいなと思います。当たった方には、当たった方には何名様にしましょうかね。何名様がいいですか、布目さん。3名。なんで3名なんですか。さやかの3。あ、さやかさんで3名様ですね。わかりました。言わされた、はい、当たった方ね、3名様ですね。3名様に、はい、一体どんな感じの味なんですかねとか言ったらバレちゃうんかな。味ね、何系かだったらいいですかね。スイート系なのか、さっぱりなのか。両方じゃないですか。両方なんです。僕はさっぱりなんかなっていうふうに思ったんですけど。もうちょっとヒント出してもいいですか。果物です。めっちゃ狭めるやん。めっちゃ狭めますね。あ、怒った顔してる。ダメですか。だって果物なんていっぱいあるじゃないですか。私は甘酸っぱいかなと思うんですけど、染田さんはすっきり、はいはい、それがヒントになります。ぜひね、コメント欄の方に味とフレーバー名をしっかり書いていただければと思います。でその中からね、3名様に、もしね、ちょっと何人も被っちゃってると抽選になっちゃうんで、その辺はちょっと申し訳ないんですけれども、3名様にプレゼントしたいと思いますんで、ぜひコメント欄に記入の方をお願いいたします。もし当たりがいなかった場合は、うん、はい、まあ惜しかった方、惜しかった方とまた染田賞、布目賞でいきますか。そうですね、はい、もし面白かったやつにしようかなもし当たらなかった人がいた場合ですよね。はい、はい、っていうことなんでね、ぜひご記入いただければと思います。それではどしどしコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。今日のね動画が良かったっていう方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。